どうも、ゆうたろうです。毎日積分47都道府県制覇への道、第46弾。今回は青森県に参りたいと思います。弘前大学2023年の積分の問題。今回はこのような定積分を計算する問題なんですけれども、コサイン2乗分の1って意外とこういう風な形で出てくると見失いがちなんですが、基本に忠実に積分をしていきましょう。これはタンジェントを微分するとコサイン2乗 x 分の1が出てくるので、それを用いて部分積分法でやっていきますね。まずこういうふうにコサイン2乗分の1っていうのをタンジェント x の微分として捉えてあげることで、積分そのまま微分という形でやっていきます。一旦このような形になりますね。そしてタンジェントっていうのは一旦コサイン分のサインに置き換えてやると見やすくなりますね。そしてコサイン分のサインなんですけれども、分母のコサイン x、 これを微分するとマイナスサイン x という形で分子の形が出てきますので、まだ慣れてない方はこのコサイン x を t とでも置いて置換してもいいんですが、もう慣れてきたら一発でログの絶対値コサイン x という形に持っていきましょう。このようになりますね。先ほど微分した時にマイナスが出てきてたので、そのマイナスで打ち消し合ってここがプラスに変わっています。あとはここ、心配な方は絶対値つけておきましょう。今回、積分区間マイナス4分の π から3分の π ということで、コサイン x が0より大きいということは明らかなので、指数条件満たしていることを確認した上で、ここ一応小括弧で書いてありますが、ここの意識ですね、強く持っておきましょう。あとは計算していくだけですね。このように求められますね。それでは答え確認していきましょう。はい、ということで合ってましたね。今回は部分積分法のオーソドックスな問題でしたが、こういったところですね、符号のミスがないように、あとはちゃんと進数条件確認できるようにっていうところを気をつけて丁寧に計算していきましょう。というわけで、いよいよ次回は47都道府県制覇の道最終章ということで、ラスト北海道に参りたいと思います。それではまた。Wherever you say, you may be.